奴らの息をくじいてまいれ。 腕に覚えのものあらば、いでよ。なだ、チム2だ。我こそは足立晴信、かの足立義信が五代の末裔なり。 仲間が、この命に代えても前進せねばなるまいぞ。峠路、志村殿、おのおの敵将を逃して、なるものか。者ども続け、奉公どものはあらてだ、切り捨て。
もはや我らのみ見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。いたぞ。あれが敵将。確保はできています。ここで決着をつけるぞ。我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。何してここへ。もう子供、誰かが俺を
かくまってくれた。その者が太刀も。誰が歯を研いでおった？武士か？壊れておる。だがあるだけありがたい。やめろ！ここにはない。私に任せて。ほら、隠れろ。ああ、殺さないで。死ぬほどおめねえ。おめを出せ。少しならあるから持って行って。言うなってんだ。太刀が欲しいならついといて。どれほど寝ていた？数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。ユナ、後にして。くそ、かがんで。命が。志村殿は戦場におられたか？地頭の？知らないね。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か？地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか？おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか？東の海岸沿い。兼太の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた？死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。ってやめろ。きつくね。今は捕らえて行くよ。
ある日。戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。買い手を捕らえて取り戻してやるわ。空手じゃ心もとない。使えそうなものもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ、身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、おじゆえ。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。はい、おじゆえ。撃ってこい。近くに来い。よろしい。さように戦えれば仇をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその技をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。私の方が身軽でしょう。間合いの外から疲れるのを待って人たちで倒します。よろしい。敵がいかに策を巡らそうとも、武士たる者は臆すことなく戦わねばならぬぞ。肝に銘じます。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。
衝撃で防御を崩し、素早く打ち込め。衝撃で敵をひるませ、側撃で仕留めろ。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし、よいぞ。守りの構えだ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし、では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。撃たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。撃たれる刹那に受け流せ。しておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。わしの槍をかわし、さっさと切り返してみよう。よし、その息だ。おい、切り返した。うまく避けたな。よいか、かわしたらすぐさま攻めろ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有言を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。手を挙げたな。お見事です。虹の前にあと一つだけ問う。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い、堺の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。I've not heard samurai. Ah!
見つけたんだね。馬はどこにおる？馬屋にいるかも。来て。Thank you.